やっと5人っていう形に落ち着いておりまして、やっぱり1人ね、療養中の子がいるので、実質私たちは6人だと思って次はずっと活動をしているんですけれども、1人のことをすごく深く分かり合って、どこよりもチームワークがいいチームだと私は思っています。みんな力合わせてね、頑張ってね。